いや、高橋さん、高橋勇気です。勇気、はい、私、中井勇気と申します。あ、そうなんですね。字は全然違うんですけど、よろしくお願いします。勝手に親近感を。今シーズン、ヴァンラーレ八戸に加入した高橋勇気ヘッドコーチ。高橋コーチは五戸町出身。石崎監督の参謀として八戸の勝利に貢献します。ヴァンラーレの前から J リーグにはもう結構長く関わっていらっしゃるということで、はい、改めてちょっとその J リーグとの関わりというところを教えてもらっていいですか。まず五戸高校を卒業して、うん、まあ、仙台の大学行かせてもらって、うん、仙台の大学終わってからは1年間アマチュアを経験したんですけども、うん、その次の年から、まあ、運よく東京ヴェルディの方に、はいはい、入団させていただいて、で、うん、そこで選手としてやって、で縁があって今度富山の方に、そこからもう十数年、はい、カタール富山の方でやらさせてもらって、うん、アカデミーからトップまで、うん、ベルディというキーワードが出てきましたけど、はい、で僕はテスト生で入ったんですけども、そこでうまく合格で勝ち取ることができたので、うん、有名選手って当時は誰がチームメイトだったんですか。はもう北澤さんだったり前園さんだったり、ドア開けたらいましたね、みんな。あのもう今テレビとかメディアで、ね、そう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 、活躍されてる方々が、はい、だから当時 の一軍の監督さんは松木さんでしたし、あ、はいはい、松木安太郎さんでしたし、はい、地方から出てった人間としたらもう毎日がもうテレビの中で自分がサッカーやってる感じでした。刺激的ですよね。いや、もう本当に、はい、プレーとかもやっぱ、あ、もう全然違いましたね。やっぱりあのテレビで見ててなんだよこいつ下手だなとかって小さい頃言ってた記憶はあるんですよ、はい、俺の方がうめえなとかって、はい、いざ行ってみたらもう全然一個もボール取れなかったです。下手だなって言ってた選手が誰かは気になりますけど。それは今は伏せときます。はい、お願いします。高橋ヘッドコーチが J1 のチームで得たものとは。J1 で戦うっていうことは夢は叶いませんでしたけども、うん、まあ、サテライトリーグだったりとか、うん、1軍の方の練習試合だったりとか、うん、プレシーズンっていうところには出させてもらったんですけども、まあ、そこで本物っていうものを見て感じて聞いて、はい、もうそこが一番サッカー人生の中でスタートであり、うん、大きかったかなっていうふうには自分では感じてます。はい、地元のクラブでこうやってあのスタッフをされているというのは、はい、どのような感覚なんでしょうか。いつかそういうクラブができたらいいなって思ってるところでヴァンラーレ八戸ができて、ここで指導してみたいなっていうのは常に思ってて、でも今回嬉しいお言葉をいただいてこちらに加入したという感じになってます。はい、試合中は常に石崎監督のそばにいる高橋ヘッドコーチ。監督の印象は。得点してもあのなかなか喜ばないとか、そう、ずっとこういう感じ。あれはもう石さんらしくて、はい、で終わってフラットになってロッカールーム来た時の石さんをぜひあのテレビの前の皆さんにも見ていただきたいぐらい。どんな感じなんですか。マジで陽気なおじさんです。陽気、マジで陽気なおじさんだ。高橋ヘッドコーチだからこそ知る石崎監督のエピソードは番組後半で。続いては注目の試合をピックアップ。明治安田生命 J3 リーグの結果です。八戸はホームでガイナーレ鳥取と激突。0対0で迎えた後半12分、山内選手がペナルティーエリア内中に切り込んでシュート。八戸は山内選手の J 初ゴールとなるこの1点を守りきり連勝。2位との勝ち点差は3、上位を狙える位置につけています。次のホーム戦は来週16日、フライフーズスタジアムで奈良クラブと対戦します。この日は6ヶ所村在住の方は芝生席が無料、スタンド席は優待割引で入場できます。そしてスタジアムの外には献血者がやってきます。ご協力お願いします。続いては U18 プレミアリーグ。イーストで首位を走る青森山田が後半戦最初の試合に挑みました。同点で迎えた後半28分、青森山田はフリーキックのチャンス。奥入瀬町出身の小泉選手が押し込み勝ち越すと、さらに追加点も奪い青森山田が首位をキープしています。その青森山田高校の OB
野辺地町出身の柴崎岳選手が7シーズンぶりに J1 鹿島アントラーズへ復帰することになりました。青森山田高校を卒業後、2011年から6シーズン鹿島に所属。その後はスペインでプレーを続けていました。今後の活躍に注目です。続いては、今日どうしてこの3人で集められたかという、どういうくくりかっていうのは分かりますか？分かりません。分かりませんね。全然クラブの中で、年齢上の方から3人集めさせていただきました。いわゆるおじさんズトークを繰り広げているのかなと。バンラーレ八戸のベテラン選手が集結。今回は中井アナウンサーとお三方でゆるいトークを展開。ベテランということで、そのあたりの認識は新山さんどうですか、年齢について？いや、まあ一応認識はしてますけど、気にしないようにはしてます。気にしないようにはしてます。山田選手はどうですか？いや、もうベテランとして自分は思ってないんで、まだまだ若手だと思ってるんで、これを集められた意味が分からない。不服のようです。新山選手、年齢重ねると疲れって感じやすいんですか？どうですか？感じやすいし、一番は取れないです。その自覚はやっぱ最近は出てきてるってことですか？自覚はあります。ある。はい、あの山田選手どうですか？意図的に肺を痛むロードはしてます。肺を？この分数でこんだけ走ってくださいみたいな時に、もう一人だけ暴れたように走ってます。あ、結構じゃあ、肺をちょっと追い込まないと。追い込んで、麻痺させようみたいな。近い選手はどうですか、その疲れの抜け具合とか感じ方。まあ、僕は結構タイムギリギリで、いかに体力残すか。午前中走りなんで、午後が、まあ、一さんのトレーニングがあるんで、いかに午後に向けて、こう、余力を残せるか。おじさんズトークは来週も放送。続いては、再び高橋ヘッドコーチに伺います。ピッチではいつも険しい表情の石崎監督、しかし試合が終わるとマジで陽気なおじさんです。陽気、マジで陽気なおじさんだ。本当に突然歌い出したり、ダンスしだしたり、もう本当に面白い人ですね。はい。だからサッカーの相談したりとか悩みとかしたら、まあ、もちろん真剣に返してくれますし、はい、勝負ってなった時にはやっぱり厳しいですけども、はいはい、あの顔はやっぱりあそこのテクニカルエリアの中の石さんで、はい、あそこから出ちゃって、もう試合終わって取材も終わっちゃえば、はい、なんてことないです。単なる陽気なおじさん。陽気なおじさん。本当です、本当にめちゃくちゃ面白いです。試合中あの得点入った時から石崎監督はこういう感じですけど、はい、高橋さんはずっとケンジとかケンあのキーパーコーチとかわーってパッて石さん見たらこんなやつがうんスーッて、スーッて、あ、そうだ、まだ終わってない、終わってないみたいな。高橋ヘッドコーチが目指すのは、勝ち、それとあとサッカーの質、その楽しさだったりとかっていうところを、まあ、石崎さんはじめ他のスタッフと一緒に発信していって、なおかつ勝ちにつないでいく。でいつかやっぱ石崎さんみたいに最前線に立って監督として指揮取ってみたいなっていうのはありますけども、まあ、でも今勉強することの方が多いんで。石さんみたいになった時は天気待ってもベンチのとこでよろでもベンチ戻ったら他のスタッフからあいつは陽気なおじさんだぞって言われるような、はい、指導者になれたらいいなと思います。期待しております。最後は、小学生がドリブルでタイムトライアルに挑戦するキッズチャレンジ。今回はレプーロ十和田 FC から6年生が挑戦。6年生の部は現在ジンガエントラーダの藤ヶ森拓海くんの15秒89がトップ。記録更新なるか。最初の挑戦者は伊沢ライトキャプテン、チームを牽引する頼れるリーダーです。頑張るぞ。よーい、スタート。
勢いよく飛び出しました。ぐんぐん加速していきます。おっと、落ち着いて。おっと、頑張れ。さあラストスパート、タイムはどうでしょう。25秒86。柔らかいタッチのドリブルでした。続いての挑戦者は舞田春樹くん。パスでチームを勢いづけるディフェンダーです。頑張るぞ。よーい、スタート。落ち着いたスタートです。スピードのあるドリブル、これはいいペース。おっと、ボールがいっちゃった。でも立て直しが早い。後半はどうだ。気になるタイムは。ただいまのタイム20秒39。トップ3のタイムには及ばず、でも2人ともナイスドリブルでした。キック。